はい、どうもゆきです。今回はちょっとアンニュイな表情をしているこの男、杉田のイベントを見ていきたいと思います。まず最初は2年目入った後でランダムで起きるこちらのイベントですね。はぁ、どうしたんだ。いや、俺野球が好きなだけでみんなと比べて下手だと思うんだ。このまんまだと邪魔になるんじゃないかなって。おいおい、おかしなやつだな。今まで俺たちとやってきたじゃないか。いや、俺だってバカじゃないよ。自分のことぐらい分かってるつもりさ。じゃあ大丈夫だろ。大事な試合の時にエラーしたりとか、最終回でランナーが3塁2アウトで俺がヒット打てなかったりとか、いろいろ考えると今の俺じゃダメなんじゃないかなって。おいおい、バカなこと言うなよ。そんなもの明日交通事故にあったらどうしようとか、地球に隕石が落ちてきたらなんてのと同じだよ。要は気にしなきゃいいんだよ。練習は裏切らないって言うだろ。そんな不安はたくさん練習して取り除いていくしかないんだよ。いや、それがいくら練習してもその不安が取れないんだよ。だから気にしすぎなんだよ、おめえは。ちょっと弱気になってるだけだよ。いや、わかってるんだけど。すまん、今日は帰らせてもらうよ。あ、おい、あれは重傷だな。結構気にしちゃってますね。そして部室に行きます。どうした、杉田、練習に身が入ってないじゃないか。え、そうか、そんな風に見えるのか。あ、どこか気が抜けた練習をしてるように見えるな。ダメなんだよ。え、俺もう限界だと思うんだ。長い間野球やってきたけど全然上手くなんないんだ。俺はただの足手まといなんだよ。おいおい、何を言い出すんだ。わかるんだよ。自分のことは自分自身が一番よくわかってるんだよ。俺なんかがいくら練習したってお前にはもちろん他の連中にだってかなうわけがないんだよ。バカなこと言うなよ。自分で自分の限界を決めつけるな。俺はお前がこのチームの誰よりも野球が好きで人一倍練習してるのを知ってるんだぞ。そんな奴がそんな弱音を吐くな。でも練習したって上手くならないんだから仕方ないだろ。だから自分で決めつけんなよ。お前が上手いとか上手くないとかはキャプテンであるこの俺が決める。ジャイアンだな、割と。お前はこれから絶対上手くなる。そんな無茶苦茶じゃないか。何が無茶苦茶だ。俺がキャプテンだからいいんだよ。人に負けたくなければこれまで以上に練習しろ。だからもう限界なんだよ。限界かどうかも俺が決める。え、お前はもうそんなこと考えんな。みんなと甲子園を目指すんだ。行くぞ甲子園。さあ続けて言うんだ。おお、行くぞ甲子園。行くぞ甲子園。おお、よし頑張れ。おお、分かった、練習してくる。乗せんのうまいな、お前。キャプテン、なかなか熱血だったな。見てたのか、あいつが弱音を吐くなんてよっぽどのことだろ。強引に勇気づけるしか思いつかなかったんだけど、ちょっとやりすぎだったか。いや、あれでいいんだ。お前が言ってくれて助かったよ。そもそもあいつは自分で思うほど下手じゃないと思うんだよな。そうだよな、あいつの守備は安心して見ていられる。細かいプレイなんて完璧だもんな。なんだか俺が不安になってきた。練習しに行こうぜ、キャプテン。よし、次、杉田行くぞ。おう、ナイス。どうだ、杉田のやつ、なんだか雑念が取れた感じだな。ああ、俺もそんな気がする。キャプテンのおかげだな。おい、爪井、次はお前だぞ。おう、すまんすまん。爪井はもうちょっと真面目に練習すれば一皮むけんのにな。俺は天才型だから突然ひらめくんだよ。練習は裏切らないけど才能は裏切るぞ。お前の場合は確実に。チェ、言うじゃねえか。その通りだぞ、爪井。練習しない奴は甲子園目指せないぞ。杉田がパワーアップしました。これで1段階のパワーアップです。どうした、杉田。行くぞ、起きた。ガッポガッポだぜ。ほら、打ってみろよ、広畑。パワーアップだぜ。両方パワーアップしてるからね、これ。くそ、あいつら俺より上手くなってる。いや、俺は負けないぞ。もっともっと頑張るぞ。そうだ、練習と努力は裏切らない。俺も野球を裏切らない。杉田がさらにパワーアップしました。これね、沖田と広畑がパワーアップしてる状態だと杉田が2段階目のパワーアップが起きるんですよね。そしてアルバム。杉田は野球を高校卒業ですっぱりとやめて公務員になった。公務員って安定してる印象があるけどさ、いくらでも温められるところがあるんだ。そういう時に周囲に流されないでやるべきことをやっていく強さを俺は野球部で習ったんだ。そう笑顔で語る杉田はチームで最も頼れる守備だったのと同様、とても頼もしい人物に見えた。まあでも彼結構エラーするんですけどね。そしてプロフィール。杉田勇気、これ勇気っていう名前なんですよね。雨崎と一緒なんですよ。野球部で一番真面目そうに見えるので、みんなから頼りにされることが多い。ただし、年相応に異性に興味もあるし、こっそりエッチな本も持っている。彼の名前も勇気なので、主人公が勇気というたびに反応しているが、周囲は全く気づかない。僕の実況だったら勇気が3人いるので、さらにややこしいことになりますね。ですが、真面目さが、まあ生きて、無事に公務員になって、しかもそれでも頑張ってるっていうことで、やっぱり真面目は努力は裏切らない。いいですね。パワポケは努力が才能、努力が裏切って才能が勝つこといっぱいあると思いますが、まあ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 、こういう王道的なキャラクターもね、13人はいるっていうことでいいんじゃないでしょうか。他にも13のいろんな動画投稿してますので、気になる方はぜひご視聴ください。